嫌い。チャンスよ。逃がさないわ。ベルトスターブ。マイ。わかった。せっ、食らえ。いきます。あ、食らえ。続けてきます。いくぞ。下がれ。今だ。もらった。私の番ですね。行くぞ。突撃陣劣化。行きます。えい。チャンスよ。続きます。僕の番だな。させるか。頑張って。ありがとうございます。行くぞ。さすが悪いんだな。マキアスこそな。
任せてちょうだい。僕の番だな。そこだ。はい、そこです。チャンスです。もらった。私の番ね。そこ俺の番だな。せっ、続けてくるぞ。行くぞ。当たれ。今だ。もらった。私の番ね。任せてくれ。石化弾リロード。逃がしはしない。ここだ。行くぞ。リー、任せてくれ。はっ。頑張って。ありがとうございます。私の番ですね。暗き刃に。お願い。すみません皆さん。私の番ね。はい。ありがとうございます。はい。あ、任せてちょうだい。大変。ありがとうございます。任せてくれ。なんとかしなくちゃ。えい。私の番ね。そこ。ざっとこんなもんね。
任せてちょうだい。逃がさないわ。ベルトスターム。任せてくれ。くらえ。崩れた。試合。行きます。えい。今です。もらった。マイ。あ。今だ。もらった。えい。ゲン。チャンスよ。エマ、行きましょう。了解しました。エイ。あ。そこだ。ここだ。まだ続くのか。慎重に行こう。構造が複雑になってきたな。脱出路だったらしいし、迷わないよう注意しないと。マナもちょっとよどんでるわね。あんたたち気をつけなさい。せっせっせや、一気に行くぞ。逃がさないわ。ベルトスターム。行くぞ。行くぞ。突撃陣劣化。行くぞ。僕の番だな。くらえ。はい。やっ。はい。はっ。任せてちょうだい。ゲン。今だわ。続きます。やりましたね、アリサさん。ええ。これもエマのおかげよ。逃がさないわ。ベルトスターム。チャンスよ。エマ、行きましょう。はい。はい。今だ。もらった。私の番ですね。暗き刃よ、お願い。僕の番だな。石火弾リロード。逃がしはしない。崩れた。行くぞ。D、 分かった。セッ。行くぞ。あ、
私の番ね。行きます。暗き刃よ、お願い。今です。もらった。ごめんなさい。任せてくれ。くらえ。任せてちょうだい。はい、行くぞ。はっ、俺の番だな。せっ、今だ。もらった。私の番ね。はい、チャンスよ。続きます。やりましたね、アリサさん。ええ、これもエマのおかげよ。よし、掴んだ。Thank you.
敵火弾リロード逃しはしない。ここだ行こう。リー
分かった。はっ、任せてちょうだい。まい。はっ、みんな大丈夫か。はっ、せい。区切りらしいな。
そこだ。チャンスだ。ゲン。チャンスよ。続きます。あ、は。俺の番だな。は。私の番ですね。そこです。私の番ね。俺の番だな。クセだ。もらった。任せてくれ。くらえ。あ、そこだ。はい。やっ。俺の番だな。はっ。今だ。もらった。私の番ね。ゲン。僕の番だな。そこだ。はぁ、なんとか勝たず。はっ。せっ。はっ。はっ。いつだっていける。立派な宝箱です。
引いてなるものか。甘く見ないで。行くぞ。行きましょう。ラジカルスピード。はい。私の番ね。
俺の番だな。私の番ね。甘い。今だ。もらった。行くぞ。行くぞ。はっ。今だ。もらった。させるか。任せてちょうだい。構えろ。ええ、俺の番だな。はっ。僕の番だな。くらえ。行くぞ。せっ。崩れた。もらった。任せてちょうだい。ラジカルスティーブ、任せてちょうだい。ゲッ。僕の番だな。貫け。マイ。行くぞ。せっ。崩れた。もらった。させるか。任せてちょうだい。とっておきを見せてあげるわ。気高き光よ、我が元に集い。くらいなさい。ジブリールアロー。己の罪を食いなさい。俺の番だな。はっ。崩れた。行くぞ。赤。任せて。はっ。そこ。やっぱりしっくりくるわね。We'll be right back.
の先生だ。国軍が攻めてきた時、俺たちを助けてくれたんだぜ。車から落っこちたナナたちを大きな人形でビューンって来て助けてくれたの。ユーナお姉ちゃんも一緒だったんだよ。心配してたよ。いや、彼女たちだけじゃない。第二の生徒全員が心配している。もちろん、僕たちも。どうして、二人ともどうして教官についていかなかったのよ。行きたかったんでしょう。そりゃ、また置いてけぼりだからね。ただ、君を置いていくのは違うと思ったんだ。僕はもう知ってるだろうが、本当は本校に行くはずだった。長きにわたり皇族を守り続けたヴァンダール家の一員として、セドリック殿下の護衛を兼ねて共に入学することを疑わなかった。だが去年の秋、政府の決定でヴァンダール家の役目は解かれた。皇族の護衛という栄誉を一貴族に独占させるべきではない。そして兄は辺境に飛ばされ、父や叔父たちも軍務に封じられ、
僕自身も殿下の護衛を禁じられた。ただのやけだったんだ。本校ではなく文校を選んだのは。クルトさん、正直クロスベルについては伝聞程度しか知らなかった。大国であるエレボニアに併合されて、むしろ安心だとすら思っていた。でも人の誇りというものはそんな単純なものじゃないんだよな。君たちが味わっている無力さに比べたら、僕の悩みなんてちっぽけなんだろう。そんな風に思ったら、とても君を放ってはおけなかった。私はユーナさんがなぜそこまで落ち込むのかは、故郷などはありませんし、生物学的な親からも生まれていません。そもそも必要なく感情が動くように作られてはいないと思うので。でも昨夜ユーナさんが叫んでいるのを見て、それで教官に放っておいていいのかと言われて、私がここに残っている理由はそのくらいです。現実があっても歯を食いしばって頑張るしかないんだって。私のはただのわがままだよ。Thank you.
ならばその先駆け、僕も付き合わせてもらおうか。君とは久しぶりかな。僕のことは漂白の詩人オリビエとでも呼んでくれたまえ。エレボニアの宝刀王子とはあくまで別人なのだからね。あくまでそちらはアルフィンが本命だからね。宝刀王子はテーマパークを借り切ってミッシーと戯れていることにするさ。不幸中の幸いと言うべきか、今回はお目付け役もいないからね。いや、今回ばかりは皇族だからこそさ。クロスベルのこの状況を是非を述べられる立場に僕はない。だからこそ今回だけは自分の体を張る必要があるんだ。クロスベルを愛する人々の思いに正面から向き合うためにも。そうアルフィンに告げたらため息混じりだが賛成してくれてね。エリゼ君からもリーン君たちに気をつけるよう伝言も預かってきた。ありがとうございます。オリバルト殿下に長く動けないランディさんやエリーさん、ロイドさんたちの代わりに、どうか迫り来る災厄からクロスベルの血を守ってください。ああ、1年半前、帝国軍がクロスベルを無血占領した後、当然もう一つの宗主国であるカルバード共和国は黙っていなかった。帝国軍に匹敵する兵力と機動性の高い戦車とガンシップを組み合わせた空挺機甲師団、それを持ってクロスベルに侵攻して帝国軍を追い出そうとしたの。帝国軍も戦車と機甲兵の師団でなんとか迎撃しようとしたけど、戦当初は共和国のガンシップに何度も前線を突破されたみたい。占領直後の混乱で多くの人たちが動揺していて、市街から周辺にある農村や鉱山町に疎開する市民も多かった。うちもせめて剣と7だけでも
アルモリカ村に逃がそうとして、警察学校から戻った私が知り合いの人の運搬車に付き添って二人を送っていくことになった。それがあの日だった。村に向かう途中の街道で共和国軍のガンシップと遭遇したの。帝国軍の迎撃で被弾して、操縦士も強行状態だったのかな。どう考えても軍用車両には見えない運搬車を狙って攻撃してきた。運転手のおじさんは必死で操縦したけど、運搬車は吹き飛ばされて、私たち兄弟は地面に投げ出された。悔しかった。なんで私はこんなにも無力なんだろうって。入ったばかりの警察学校の訓練は何の役にも立たなくて、せめてこの子たちだけでもって、ケンとナナの上に覆いかぶさった。その時だった。飛んできたのは灰色の影、工芸品みたいな騎士人形だった。暴走してたガンシップのローターを一刀で切り落として不時着させて、私たちの命を救い上げてくれた。大丈夫、怪我はないか。手を差し伸べてくる人形からは若い男の人の声がして、それが後に灰色の騎士って呼ばれるあの人の初陣だった。Thank you.
続きます。
舞はっ。よし、これで大丈夫だ。こちらの先生だね。遅い遅い、崩れた。任せてちょうだい。チャンスよ。エマ、行きましょう。はい。はい。さすがリンク、大した腕前だ。いえ、殿下の方こそお見それしました。
一息つけましたね。さすがに予想外すぎるでしょう。下前、せっかくの機会だ。最小殿やルーファス君にも伝えてほしい。翼をもがれ剣も失ったが、心の銃とバラはなくしていない。君たちが道を外れ国家の命運を誤らせようとするならば、改めて挨拶させてもらうとね。殿下。受けたまわりました殿下。それじゃ第二の演習地に向かうとしよう。ええ、はい。Thank you.
当は助けてもらったお礼を。でもどうしても悔しくて。あの時何もできなかった自分が惨めで、反発するしかできなかった。今こうしてるのだってそうだよ。そうだったのか。やっと分かりました。ユーナさんはリーン教官に認めてもらいたかったんですね。私も同じみたいです。以前教官の任務に同行し、監視とサポートをしていた時、子供扱いされて守ってもらったり、何も相談してくれないことにモヤモヤした気分になりました。僕も同じだ。僕自身のバンダールの件をあの人に認めてもらいたかった。そしてまだまだ至らないけど、サザーランドでの演習で少しは変われたんじゃないかと思う。ユーナ、君の踏ん張りどころはここじゃないのか。教官からの伝言を再生します。確かに特務支援課は英雄だろう。彼も含めて聞けば聞くほどすごい連中だと思わずにはいられない。だが彼らに憧れるだけでいいのか。彼らが鳥籠に囚われている今、他の誰でもないクロスベルの意地を示せるのは誰なんだ。また今日は何をお召し上がりで。どうかご賞味あれ。